はい、ということで、えっと、昨日あの札幌に、えー、帰ってきまして9月27日から始めた2か月間の旅、ね、台北台中台南行ってセブ島行ってマニラ行って香港行って大阪行ってという旅がねあの昨日、えー、やっと終わりましたんで、えー、今まあ自分のね部屋にいます。でまあせっかくだからこの2か月間どういう荷物で旅をしていたのかっていうのを、まあ、ちょっと紹介したいと思いまして全部ね今地面にね並べました。 これからね、旅をする皆さんのためにねあの、まあ、参考になればいいかなという感じで一つ一つね紹介していきたいと思います多分あの参考になることいっぱいねあると思うんでちょっと紹介していきましょうかということでこれが2ヶ月間旅した全ての荷物です、えっと、まずねあの、このカバン。 えー、を使いましこれね、自分で買ったわけじゃないですけど、なんか家にあったんで、まあ普通にこう持ってきましたね。で、これノースフェイスの、これいいやつなのかな、ちょっとわかんないけど、まあこんな、まあ、すごいシンプルなんですね。あ、これはあの乾燥剤みたいなやつですね。一個、あのダ、ダイソーとかで買えるやつあ一個入れといたりしてます。これ湿気があのなくなったり、いや、正直、あの、効果を実感はしてないんですけど、まあ入れ口を入れてたりとか、あとなんかこうペンとかね。 入れたりとか、パソコン入れるとこもあって、なんかスリムで使いやすかったかなと思います。あとね、これ南京錠ね。 あの南京錠は結構ねいろんなホステル行ってロッカーはあるけど鍵は自分でつけてくださいねみたいなそういうパターンが多いんで南京錠はあの、まあ、ホテルじゃなくてホステルに泊まる方は必ず持っていった方がいいと思いますね、はい、あとはこれ小籔のキーホルダーと,、えー、とあとこれ目が覚めただけで満点という皇帝ペンギンくんとべてをねあなたの全てを肯定してくれるペンギンこれをまあ心の支えとして、まあ、旅を。 ししてましたほんでこれちょっと首下げカバンみたいな形で持ってましたねこれはねもう何ていうかな結構ブランド品でもう7年近く使ってるやつですねもうタイ来てから最初のなんかボーナスか給料かでなんか買って、うん、ずーっと使ってるやつこれ全然壊れないんで、はい、とってもいいですねであと靴かな最初は靴これがえっとクロックスの靴なんですよ実は で、これね、すごい通気性が良くて、まあ、逆に雨とか降ったらもうびちょびちょなんですけど、あのまあ、サンダルみたいな感覚で履きやすいんで、これが、あの、すごい好んで使ってますね。そして、まあサンダル。これも普通のアディアスのサンダルですね。はい。基本的には、なんていうかな、移動日はこれだけど、観光するときはもう基本的にもうずっとサンダルです。そして、まあ服コーナーですけど、えー、これね、 ウィンドブレーカーというか、今なんて言うんだろうね、ウィンドブレーカーって言わないのかな今の若い人たち。ちょっとわかんないけど。これあの飛行機の中とか寒いことが多いんでね、東南アジア。これね、絶対必要。じゃないと寒すぎて、あれだから。で、T シャツとかはね、うーん、まあまあ普通の T シャツですよね。で、基本的に、あの T シャツは現地調達でいい場合が多いと思いますね。この辺はもう全部現地調達した T シャツだね。これーブのやつとか。 これもフィリピンで買ったやつだし、これも、えー、これ台湾で買ったやつかなこれ持って、ちょっとこれ最初白かったんですけどね、これ、洗濯でちょっと青く染まってしまったりとか、まあいう感じで、まあ T シャツ確かにね、もう正直1枚300円とかで現地で買えるんで、そんなに持ってかなくていいですね。結局なんかこんな増えちゃったんですけど、こんな必要ないと思います。で、これ、まあユニクロのパンツですね。パンツはもう基本的にユニクロとかでもう履いちゃってますね。で、これが、まあ半ズボン。うん。これすごいね、好きでずーず いうんめっちゃはいてる,、うん、いてるで、まあ、T シャツあったりとかまあ一応水着もねもうめんどくさい時これで観光とかしてますけどねっていう感じですね服はそしてあっそうそうこれとかはねあの大阪来てから、えー、寒くて買ったのかな確かそうそうそう買ったやつこれはもともと持ってたやつですけどねはいって感じですそしてここら辺がまあコンタクトレンズとあとポケットティッシュね うん、東南アジアね、そのレストランとか行って、ティッシュ置いてないんですよ、基本的に。だからティッシュ絶対必要。もう、ちょっと口汚れたりしたらもう拭くもんないからね。うん、これがないと、結構きついですよ。ポケットティッシュないとね。うん。そしてまあ、これが目薬ですね。夜寝る前とか、こうつけてますね。うん。で、これはまあ、レンズクリーナーで。レンズクリーナーっていうかまあ、ただのアルコールなんで、携帯拭いたり、パソコン拭いたりって感じですね。これも目薬。で、これがまあ、なんていうの糸用紙。 みたいなよくあるやつです、ね、で、すね靴ずれとかしたりこれ絶対これないとやばいんであと爪切りねうんこれ日本の爪切りじゃないんですけどやっぱね爪切りは日本の爪切りがね世界一だと思いますねこれあの台湾で買ったんですけどやっぱりねこれ使ってみると分かるんですけどなんかね爪がボロボロになるっていうか、うん、やっぱ日本製の爪切り持ってった方がいいと思います長い旅するならねあとこれこれ何に使うと思いますかクリップなんですけどこれはカードを 入れる変える時にこれであの入れれれえられるんんでですよでなんかこれの方がな,なくしにくいし、なんかこういうところにちょっとこうやってかけとけるしね。クリップはね絶対必要ですね、自分の中では。これで SIM カード変えたりしてました。で、これ髪の毛あの固めるやつでしょで、イヤホン。で、まあ充電関係のやつとか、これモバイルバッテリーで、これがワイヤレスイヤホンで、これね、なんか3000円ぐらいなんですよ。3000円ぐらいでワイヤレスイヤホン。 あったんで、えー、使ってますでこれ、えー、パソコンの充電器かな。で、これが、まあ、海の中でも <laughs> 使えるやつ。一応、セブ島行った時に買ったんだっけな。ああ、そうか、台湾で買ったのか。<laughs> で、セブ島って結構使わなかったんだけど、えー、沖縄で一回だけ使いました。はい、で、まあ、パスポートで、あ、これね、耳栓。耳栓は結構重要で、まあ、飛行機の中とかでも使うし、あと、夜寝るときね、人のいびきとか、うるさいこともあるし、あと、なんかね、カプセルホテルみたいなところだと、なんていうかな、エアコンの音がすごいうるさいペアとかあるんですよ、結構。2回に1回ぐらいうるさいんで、これはね、絶対必要ですね。これなんで紐ついてるかっていうと、これなくさないようにこれ <laughs>、紐ついてるっていう優れものなんで ね 1>, 1個なくしてもまだもう1個あるんで結局で、ね、なくさず進みましたけどこれもねいいですねでこの辺はあのまあ、撮影機器というかこれがマイクで,でこれ自撮りっていうかこれでね自撮りしてましたねライブの時とかもうずっとこれ使ってましたでこれはあのくねくね曲がる三脚これねほとんど使わなかったんですけどまあ、一応持ってったって感じですね、はい、で折りたたみ傘結局 雨降るんでね。折りたたみ傘絶対必要って感じ。んで、日焼け止めクリーム。これ日焼け止めクリームにもなるし、なんか肌守るための、まあクリームにもなるんかな。わかんないけど。あとはまあ普通に、あのー、リステリンとかえ、まあこういうね、洗顔とかシャンプーとか、も入ってないですけど、まあひげ剃りとか。で、硫化酸。喉ね、結構やられがちなんで、飛行機の中とか、これがないと、ちょっときついかな。<laughs> うん。角散化酸のど、喉メはめっちゃ。 使ってますねそしてマスク。これも大事。あの、喉やられる。いや、めっちゃ喉でやられてんな、俺。その喉を守るためにね、これ必要です。そして、ボールペン。 ボールペンはマジで必要。これは、例えば入国カードとか絶対飛行機の中で書かないといけないんで、で、飛行機の中で書かないとタイムロスになっちゃうから、降りてね、また台のとこで書いたりすると、その書いてる間に人並んじゃって遅くなっちゃうんで、絶対持ち歩いてますね。そして財布。これあの、なんていうかな、マネークリップみたいな感じで、5年ぐらい使ってる財布かな。結構ボロボロになってきましたけど。んで、まぁ小銭入れもね、一応持ってて、 <laughs> いや、だから、じゃあ、じゃコインケース入りの財布買えよって言われれば、まあそ、それでおしまいなんですけど、うん、なんか分けちゃう ますねそしてパソコン、えー、パソコンがね、あの自分の中では一番重くて、もうこれがね、結局一番重いんですよ、荷物の中でね。これをなくしたいって思いましたね。だから iPad は iPad で編集できるようになればあの、パソコンは多分いらなくなるんですけど、どうしてもやっぱパソコンじゃないと編集効率というかね、スピードはね、落ちちゃうんで、まあ仕方なしにパソコン持ってきました。ただその次の旅は、もうパソコンいらないかなと思ってて、もう iPad にして、iPad で簡単なね、編集をちゃ チャットするぐらいの感じにしようかなと思ってますね。うんまあ、それでもいいでしょう。で、これあの腰に巻くやつね。結構危ない国とかだと、これ腰に巻いてね。お金入れたりとかうんして使ってます。これはフィリピンだけで使いましたね。もう台湾とか別にそんな使わなかったですけど、ああと。 最後、これね、圧縮袋。あの、服を、これ全部ここに入れて、ぎゅーってやると、まあ、だいぶ圧縮されると思ってるんですけど、意味あ、意味あるのがちょっとわかだけど、とにかく、ま、あ服を小分けにするっていう意味もあって、なんかこっちが T シャツで、こっちが、ま、ズボンとかね、うん。そういう感じで分けて圧縮して、で、あの、カバンに、ええ、ま、入れるって感じですね。だいたいね、こんな感じですね。 そうでこの荷物を見た人はどう思うんですかね荷物が多いと思うのか少ないと思うのかずっと僕全くわからないんですけどまあ僕の中でもこれで完璧ですね。まあミニマリストの方からしたら、ね、全然これでも多い方だと思うけどどうですかね皆さんどう思うんですかねこの荷物見て、うん。そしてまあ最大のまあ反省点といえば パパパソソソコココンンンがが重重かかったとにかくパソコンが重いこれパソコンがなければ相当身軽なんですよだからやっぱり YouTuber って絶対パソコンであの編集をねするんで,で編集とか別に外注してないし、まあ、結構ね上のクラスの YouTuber になれば外注する人多いんですけどちょっとそういう感じでもないんでこれでえなんとかやってましただから次はちょっとパソコンは持ってきたくないかなという感じそして今え撮ってるこの iPhone11 ですね、まあ本当 本当にに iPhone11 お世話になりましたインターネットも iPhone でやるし撮影も iPhone だし何もかも iPhone でやりましたねで一応ねあのいい家帰ってるカメラ普通の一眼ミラーレスのカメラあるんですけどなんかもう iPhone でいいかなと思って正直 iPhone11 でも相当綺麗な画の映像撮れるし楽だし iPhone で撮ったらね AirDrop っていう機能で無線で Mac にこうあの送れるんですよ映像をそうそうだからもうどこに行くにも iPhone かなと思ってますっていう感じで ぜひねこの荷物に関してどう思うかあの感想をね教えてほしいですねめちゃくちゃ気になるどういうふうに思うのかっていう、まあ、これで大体7キロぐらいかな LCC の,の重量が7キロなんで これで7キロぐらいに収まってるはず。LCC によってはこれで7キロでこっちはあの考えないみたいな LCC もあればこれとこれであの合わせて7キロまでですよっていうところもあって多分ねこれだとちょっと7キロオーバーしてるっていう感じなんですよねだからこれとこれ合わせて7キロのとこだとちょっと重量クリアできなかったかなだからやっぱパソコンなんですね、うん、パソコンが重いっていう。 っていう感じでしたね、はい、でまあ今回、まあ、旅2ヶ月の旅を終えてうんまあ、今後どうしようかなっていう感じなんですけどなんかこう日本でうんなんか体張った企画やって、えー、なんか登録者伸ばそうかなとも思うしうんまあ、ちょっとお金を貯めてなんかジョージアとかまあ 行っっててみたいなっていなう気持ちもあるしまあ、航空券も高いし、まあ、クラウドファンディングとかわかんないけどまあ、とりあえずもう12月なんでまあとりあえずここで年越そうかなと思ってますけどねで日本に帰ってきてからねやっぱ登録者の伸びもねものすごいもう急降下というか、まあ、信じられないくらい下がってきてるんで日本で勝負するにはやっぱ才能が必要だなと思ったり、えー、どうしようかなと思ったりまあそんな感じですねうん。 まあちょっと今実家にお世話になってしまってるんですけどどうにかまあ来年はもう絶対自立したいんでまあ来年のまあ3ヶ月4ヶ月先にはね自立したいなという感じなんでまあそこに向けてどうするかっていうのを考えたいと思いますまあそんな感じでねあ来週の大二郎はどんなことしてんのかなみたいなそういう予想ができないような感じで。 生ききてていきたいたなと思ってるんでえ今後もねあのまあ応援していただける方はね本当に応援よろしくお願いしますという感じでで今回の旅もね本当に皆さんの動画を見てくれた広告収益とかスーパーチャットのおかげで旅ができているんで本当にあ,のありがとうございましたという感じですねなので今後の大二郎も今後ともえよろしくお願いしますということでえ現場からは以上ですまた明日会いましょうじゃ